なちゃんと気を使って受けるんだね、今の子たちは。私はそんなに気を使ってなかったかもしれない。だけだって。だって見なかった。で、本当にあのガチで叱ったのあの風景をまざまざと思う。叱られた話出てきます、これ。確信についてきた。私も今いい年になりましたけど、当時はね、叱られることがものすごい多い学生だったので、そんなに。そうでしょ、私だけじゃないよね。毎日のようになんか叱られるなって思ってましたね。え、なんで叱られるんだろうとは思わなかったの？結構高校生ぐらいから、なんか叱られるのがすごい多かったんですよ、もともと。だから叱られ慣れてしまってるというか、なんかこうあんまり大人には受け入れられないんだろうなって、なんか変に曲がって大きくなってたので年代やっぱ目は分かってたんだろうね。記憶から今抹消してるかもしれない。めちゃくちゃ叱られた時って、私何で叱られたんでしたっけ？遅刻するから怖いめちゃめちゃ遅刻する。まあでも休みの方が多くて、はい、で来ると踊るとうまいのよ。だから怒られるんだと思うよ。あもったいないっつって先生たちはみんな怒ったんだと思う。あの最近私と出会った人は知らないかもしれないんですけど、当時ね本当に時間が守れなくて遅刻魔だったんですよ、ものすごく。もうそんな同級生は知っとろって感じだと思いますけど、本当にとにかく時間が守れない。でもダンスは大好きなんですよ。あ変な人ですいません。あの全然肯定してないんですけど、当時の私の価値観があったんですよ、ダンスに対する、うん、ダンスってこういうものだよねってあったのが、うん、もう自分が好きな時に思った時に踊るみたいな。それは場所とか時間とか関係なくて、踊りたい時にはもう踊りたいみたいな、で休みたい時はそれを休みたいみたいな、なんか人間なんだけど本能のまま生きるのがそれが自然にダンスを、それが一番愛してるやつみたいな勝手な感情があって。なんで学校に来たの？なんで入学したの？そもそもそれがあってのこの出会いだけど、でも学校に行きたいと思ったのなんで？そうですよね。消去法の出会いだというか、大学に行くっていうのはまだもう勉強嫌いだからないなと。就職いや踊りたいし、まだもともと練習したいし上手くなりたいしないなって、全部を消していった中でダンスの学校が最後残ってて、で行ったんですけど、高校生の時とかは授業中なんですよ、社会とか数学とかみんなが授業をこうやってなんかで聞いてる中も止まらないんですよ。今私は踊りたいみたいな。でよく後ろの席の子にあの先生みたいな、金子さんが踊ってて全然授業に集中できませんみたいなのずっと言われて、で無意識なんですよ。今うち踊ってたみたいな、踊ってるわみたいな。で先生に大体あの平常点からどんどん「あいかねこマイナス」ってそのマイナスをされていって、どんどん平常点がなくなるっていう、なんかその無意識に多分踊ってしまう、変なのかな。でもこれダンスあるあるじゃないのかなって私はずっと思ってたんですけど、うん、あのそういう学生でした。どこでも踊っちゃう。それは友達はいたの？ちょっと待ってください。先生いますけども、だから結局高校でもダンス部を作って仲間を集めて、自分で作りました。ダンス同好会から作って最後はダンス部になったんですけど、いつでもどこでも踊っちゃって、だから専門学校 その説明会とかシューズ選びとか最初あるんですよ、入学した時に。その時もみんなが話を聞いてる中で止まらないんですよ、踊ってるずっと。でトイレから出てきても、トイレから出てくるこのなんか壁がちょっと映るんですよ、自分が、あ映んなと思ったら多分やってるんですよ。でやってると、その時の校長先生とかに、お前ずっとダンスが離れないのか頭からって、みたいな。でその周りの同じ同級生で1期生なんですけど、私1期生のメンバーは変な役みたいな、みんなタップシューズ、みんなタップシューズとかこうちゃんと合わせてる中めっちゃ踊ってるんですよ、隅で。も変なやついるみたいな、いやマジそう思ってたらしいです。うん、そうだと思うよ。自分の踊りたい時に踊るのがダンスで、これが正解だって思ってたんで、みんなと同じ時間にダンスを踊るとか、みんなと一緒な動きをするっていうのが、なんかちょっとね、軍部とかもすごい苦手なタイプのダンサーだったんですよ。ダンスは自由なものだから、なんでみんなと一緒の動きをしなきゃいけないんだろうはてって思いながら。じゃあ学校と並行してダンス教室とかもう別に行ってなかったのか？行って
ったんですけど、それでどっかのタイミングで多分ダンスバトルとかすごいハマりだすんですよ、コンテンポラリーとか。なんかそういうなんかあんまり形してないものにハマっちゃった時期があって、うん、音楽を感じるまま体を動かすみたいなのにハマっちゃった時があって、だからもうダンススタジオとか行ったら 4、5時間家に帰ってこないですよ、うち。ずっと分かんない、なんか無のまま踊ってるとかが好きで、変態ですよね。変態だね。うまい。クラブとかも一生朝まで踊り続けられる人で、汗だくで。これでも分かってくれる人おると思うんですな。まあでも今はさすがにね、大丈夫になりました、これが。なんで、まあ、そんな遅刻しなくなったんですかって聞いてください。どうしてそんなに遅刻しなくなったんですか。子供産んだからだと思います。あ、いや本当にもう結婚して180度だよね。なんかこんなことがあるんだなって、なんかさ、あなたをここまでね構成させるね、ご主人が本当に応援してみたい。ありがとうございます。まあ、いろんなきっかけが多分あるんですよ。なんかユニバーサルスタジオに例えば就職して、やっぱお金を初めてそこでもらう、うん、自分のダンスでこう対価をいただくっていう時に、あ、きっちりしなきゃなとか思ったんだ。責任持たなきゃなって言われながらも、いっぱいその叱られましたよ、その遅刻しましたっていうのは。相変わらずつけられてたんですよ。指導してくれた先輩たちがいて、で社会でそういうことを経験するじゃないですか、やっぱりね。お金をいただくプロっていうことは責任を、自分の踊る場所とか時間にやっぱ責任を持たなきゃいけないっていうのをずっと教えられてきて、それが自分の中でハマったのがやっぱり子供じゃないですかね。やっぱり子供産んだ時になかなか時間はかかったんですね。なんかいい大人になるまで疑問だったんですよ。なんでそこまで合わせなきゃいけないんだろう、みんなで。はあ。だからもうザ自己中ですよね。自分を中心に世界が回ってると思ってた人ですね。子供となると そうはいかないというか、自分を見てやっぱ何でも真似っこして育つので、見本にならなきゃいけないというか、こんなにルーズな子に育ったら苦労するだろうな、自分が苦労したので。そうならないように気をつけるようになったら、だんだん治ってきましたね。でもその治していく過程は苦ではなかったんでしょ。苦ではない。ちょっと大変かなと思いましたけど、ありがたいなって思いましたね。なんか小さな命が、お母さんちゃんとしなさいってこう教えに来てくれたのと感動的思って、なんかそこまで自由に、ね、ダンス一本で生きてきたから、ここはこういう風にちゃんとしなきゃいけないんだよって、なんか教えに来て、喋らないんですけど、なんか教えに来てくれてる気がして、そこを学んでこなかったから。学んでこなかった、まあ許してくれてた先輩だったり、なんかね、環境があったんでしょうね。まだ若かったっていうのもありますし、そう甘えてたんだろうなとは思いますけど。でも才能ダンス好きで、よく結婚して子供をっていう選択に行ったよね。これはね、もうフィーリングで生きてたので、なんかその主人と出会った時も、あ、この人大好きだな、愛してるなって思ったら、もう突き進んだし、子供もまあ言ったら来てくれたので、計画的ではなかったんですけど、授かられたので、なんかそれもなんか自然がにそういうことが起こると、あ、なんか意味があることなんだって思うタイプなので、自然にそういうことが起こるって、計画性がないじゃないですか、言ったらずっと、計画性はないんだけど、なんか自然発生で起こったものに対してはすごい 運命というか、こう意味のあることなんだなってすごい感じてしまう、そこのアンテナすごい人なので。母になってみていろいろ吸収してっていう無計画ですけど、なんか感覚人間だと思います。本当にまさしくご主人とお子さんがあなたをそうするために、もう全てこうやっぱり意味のあるあれだよね。苦労したと思います、旦那は。ありがとうございます。旦那さんもそういうのじゃダメなんだよって言ってくださってたもん。なんか怒ってましたね。なんかですよね、出会った当初はすごい怒ってましたね。なんで怒ってんの。いや、だからよくさよくさ、すごく根気強く教えてくださってるのが、松田よ、私のこと大好きだったから頑張ったのかなっていう感じで、ね、すごい。よくね、だって面白いですよね。だから結構性格真逆っちゃ真逆の方と、ね、はい、結婚したので面白いなと思います、人生って。本当そうだよね。はい、ださっきのこっちの振り幅と同じだね。振り幅完全に簡単にいった感じだよね。本当だ、マウス気も違うとかね。あら。本当に今となっては良かったなと思います。いろいろこう、ね、ご迷惑かけてきた方たちには当時は申し訳なかったですけれども。
今はもう反省して、これから正しく生きようかなと思います。いや、本当にね、すごいよ、なんかそれがすごい。わすごい緊張した、なんか私の恥ずかしい過去を晒してしまったんですけど、本当に。晒しながらね、今まで。でも知ってる人はみんな知ってるんで、それは。そうですこいつこういうやつやなっていうの知ってるんで、ちょっと今すごい汗かいたので、一回カットします。